こんにちは、コロナの影響でちょっと時間ができたので外に出て音楽に対してのこう付き合い方みたいなのを話してみようかなと思って撮ってみました。いい天気ですね。3月12日です。なんかもう日常のご飯を食べるときとか、まあ何か掃除をしているとか、こうなんか他のことを考えちゃうようなときこそ、ちょっと好きな曲かけてみようかなみたいな、かけながら何かしてみようかなみたいな思考がこう、まあニュースとかマイナスなことにいかないように自分をこう操作するためというか、にこう好きなアルバムをかけてみるとか、別にこうクラシックとかピアノじゃなくて、まあめちゃめちゃロックとかでもいいと思うんですけど、気分が機嫌が良くなるような曲をいっぱい流しておくっていうのをおすすめします。実際私も朝起きたらすぐに弦楽四重奏のダニッシュカルテットっていう人たちの曲を毎朝流すんですけど、もう別にコロナとかがなかったとしても、なんか一日の始まりがとても機嫌がよく始められるっていうだけで一日の過ごし方が変わってきます。例えばすごく悲しい曲を聴いてみたくなったりした気分になったら、それはそれで感情移入できる曲を聴けばいいんですけど、やっぱりね、音楽はね、自分が生きてるっていうことを感じるためのツールなので、だから寝て起きて食べて、寝て起きて食べてっていう日常をちょっと豊かにするためのツールになります。音楽は潤いを貸すためのものとしたら、あとはもう今このネット社会なんで YouTube とかでもいろんな音楽が入っているから、あ、かけてみようって気づいた時にはなんかちょっと流しながら何かをやってみる、こうながら族とかよく言われまして、こういけないことって言われた時期もあるけど、私はとてもおすすめです。なんかやりたくないことをやるときとか、やりたくないことってなんだ、私だったら掃除とかの時に流すと、やっぱり そんなにっていう気分にもならなくなるので、あとそうですね、今何聞いたらいいか分かんないっていう人は、YouTube でおすすめをとりあえず流してみるとか、気分がどうなりたいかを決めて探して聞いてみる、それだけで、見つけたらもうそれをループして毎日一日何回も聞くでもいいと思います。ぜひやってみてください。